大樹寺は、愛知県岡崎市、鴨田町にある浄土宗の寺院。三号は、浄土山。正式には浄土山昭安院大輝寺と称する。徳川氏の菩提寺であり、歴代当主の墓や歴代将軍の遺灰が安置されている。応仁元年、安城松平家当主の松平地方だが、伊賀屋戦の死者を弔うために千人塚を築いた。しかし、塚が振動し、 悪病が蔓延するなどの事態となり、増上次回賛成佐氏の孫で死税誉れ具帝に念仏をさせて抑えた。文明7年、戦死供養のため松平地方の回帰勢い誉れ具帝の解散により、大樹寺が創建された。大樹とは、正意大将軍の闘病であり、 松平氏から将軍が誕生することを祈願して、勢い誉れ具体により命名されたと伝わるもので、全国の寺院で例のない命名である。地下忠により、大樹寺は安城松平氏の菩提寺とされ、松平号の高月院にあった墓から分骨され、先代三代である松平地下志志母、松平安地下母及び松平信三母が大樹寺に作られた。天文四年。 岡崎松平家当主、松平清康により再興され、一層方形二層円形の多方塔が建立された。現在、国の重要文化財となっている。寺の言い伝えによれば、永六三年桶狭間の戦いで総大将吉本を失った今川軍は、改装、拠点の大高城で織田方の水野信元の使者からの儀、元内寺にの方を聞いた松平元康は、 追ってを逃れて、手勢十八名と共に当時に逃げ込んだ。しかしついに寺を囲んだ。追撃の前に絶望した元康は、先祖の松平や代墓前で自害して果てる決意を、固め、第十三代住職、昇る誉れ天室に告げた。しかし昇る誉れは問答の末、エンディエド・ゴング・ジョの教えを説いて悟した。これによって元康は、生き延びて天下を平定し、 平和な世を築く決意を固めたという。元康は奮起し、教えを所した旗を立て、およそ五百人の次相と共に奮戦し老党を退散させた。以来、家康はこの言葉を馬印として掲げるようになる。こうして元康は、今川軍の元での城代、山田景高が打ち捨てて、空城となった古巣の岡崎城にたどり着いたとされる。しかし、桶狭間の戦いの直後、 三河へ撤退する松平勢に対し、小田勢が追撃戦を行ったという記録を有する資料は存在しない。また、近年では、岡崎城への帰還は、小田勢に備えるために、今川氏の許しを得たものであったとする説もある。慶長七年直願寺となる。家康の死に際しては、十七大住職の両誉れが同席した。家康の死後は遺言に従い、 遺廃が収められた。以降、歴代徳川将軍の等身大遺廃が大樹寺に収められた。安政二年が乱内で火災があり一部を消失した。本堂や大が畑は、その二年後に再建された。なお、現存する遺廃は、終わり藩主、徳川義直が、官営五年に長身したものと寺では伝えている。大樹寺に安置されている、江戸幕府歴代将軍の遺廃は、 それぞれ将軍の臨終時の身長と同じという説がある。なお、十五代将軍、吉信の遺廃は大樹寺に置かれていない。これは将軍職を引いた後も存命であったことと、臨終に妻子自らを斜面死者位まで与えた、明治天皇に対する恩義から親式で葬られることを遺言したためである。以下に各遺廃の高さを示す。 家康 159.0cm、ひでただ 160.0cm、家光 157.0cm、家綱 158.0cm、綱吉 124.0cm、家の部 156.0cm、増上寺の遺骨改装時調査による、推定身長は 160cm 前後、家継 135.0cm、 満六歳公共基地集 155.5cm、身長は6尺あったとも伝えられる。家湿気 151.4cm、増上寺の遺骨改装時調査による、推定身長は 156cm 前後、家春 153.5cm、家なり 156.6cm、家吉 153.5cm、増上寺の遺骨改装時調査による、 推定身長は 154cm 前後、家貞 149.9cm、家持ち 151.6cm。増上時の遺骨改装時調査による、推定身長は 157cm 前後当時の平均身長から大きく外れているのは、綱吉と家継ぐの遺いであるが、これを根拠に、綱吉が低身長であった、家継ぐが高身長であった、などの説が存在する。 大樹寺三門前から草門を通して岡崎城天守を眺めることができる。岡崎市では両天を結ぶ約3キロメートルの直線をビスタラインと呼んでいる。大樹寺と岡崎城の地盤の標高差は約5メートルと小さく、その間は緩やかな大地の地形をなし、約3キロメートル先の岡崎城天守を行角0.2度で望む。歓永18年。 徳川家光は家康の十七回帰を機に徳川家の祖先である松平家の菩提寺である大樹寺の伽藍の大造営を行う際に祖父生誕の地を望めるようにとの思いを守るため本堂から御角、相門を通してその真ん中に岡崎城が望めるように伽藍を配置したこれが現在に続く長望景観の由来とされる岡崎城は 廃条令により1873年から74年に解体されたが、1959年に天守閣が再建されたことで、帳簿も復活した。以後、住民の協力で、慣習的に高層建築は控えられ、ビスタライン下は、大半が平やか2階建ての住宅で、江戸時代と同じ帳簿が保たれることとなった。2012年7月、 岡崎市景観計画が策定。岡崎城を望む景観は、景観形成重点地区に指定され、ビスタライン下に基準面を超える建造物及び工作物を設置してはならないという文言が記載された。2018年7月1日、同計画が改正。持ち景観保全地域に指定され、ビスタラインの高さ規制が緩やかな規制から、強制力のある規制に移行した。 なお、大樹寺小学校は、校舎とプールの間にわたり、廊下を設置する必要があるが、ビスタライン上に位置するため、景観保護のため代わりに地下通路を設置している。ありがとうございます。